はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見て思った話、どうする家康。いやー、ついに武田信玄がね、亡くなりましたが、いやね、亡くなり方もね、やっぱかっこいいんすよね。まあ三方ヶ原の戦い圧勝した武田軍だったんですが、なんと上洛の途中急遽ね、甲斐引き返すんですよ。いや、もう武田信玄が病に倒れたということでね、まあその息子役の前田ゴートンさんがまたいいですよね。武田勝頼にもね、すべてを託すんですよね、武田信玄は。まあ今日は気分がいい、わしはすっかり良くなりってこう言うんですけどね、もう目元はね、こう沈んでるんですね。織田信長との決戦に備えている。まあそう言い続けようとね、3年間我が死を死するべし。まあちょっとこう咳込みながらね、ここまでかとやるんですよ。で、わしの真似をするなとね、まあそなたの世を作れとね、勝頼に託すんです。で、そなたの技量はこのわしをはるかに忍ぶ。でもこのわしが言うんじゃ信じよう。そなたはわしのすべてをつぎ込んだ至高の逸材じゃ。いや、素晴らしい名言を吐くんですよね、最後に。しかしね、あの木にもたれながらというよりも、何かそうですね、広大なこの温泉地の中でセリフを吐いてほしかったな。いやいやいや、そら、まあ確かにそれテルマエロマエやってたけど、いや、やってたけど、いやー、しかしね、やっぱ温泉の地の中でね、あの火を蓄えたあの感じでね、いやー、阿部寛さんにはやってほしかった。いや、テルマエロマエ出てたけどや。で、こう、最後になんかあの、琵琶法師みたいな、じゃじゃじゃーんってこう弾いてた人出てきたじゃないですか。いや、そこはね、やっぱりね、市村正親さんか、北村和樹さん、やってほしかった。いや、テルマエロマエ出てたけど、確かにお二人もね。いや、もうあそこあれでいいんですよ。あれでいいんですか。そうなんです。でね、やっぱ勝頼役、いや、前田ゴートンさんもね、良かったですよね。阿部寛さんと初共演らしいんですよね。で、まあ、お父さんもちろんご存知の、まあ、あの、千葉真一さんですよ。寛さんもお仕事をご一緒にしたことがあるって言ってましたし、まあ、そういう意味でも今回、父親役ができることが本当に嬉しく思っているとね、まあ、言っていたぐらいに、こう、まあ、本当にこの親子感のね、いい感じ出てましたし、何よりもあの前田ゴートンさんのあの目で、キレのいいあのキビキビとしたあのなんていうんですか、言動、いやー、素晴らしい、また俳優になっていくんだと思いますね。やっぱりあのそこに市村正親さんもいって、いや、北村和樹さん、いや、まあそれは分からんでもないですけどね、いや、ちょっと出てほしかったなっていう感はあります。でも見事なね、武田信玄、素晴らしいこのセリフを残しての壮絶な詩、いや、かっこいい詩だったですよね。そして今回の松潤家康とあのおまんのシーンですよね。いやー、これ賛否両方論飛び交ってますが、皆さんいかがでございますかね。これね、松本潤さんがね、やっているんではないでね、松潤家康がやっているのでね、まあ、そこはね、ちょっとこう、かぶらないようにね、見ていただきたいと思うんですが、三方ヶ原で武田軍に惨敗ですよね。いやー、あれだけのね、合戦をやって、まあ落ち込んだままの、まあ家康なんですよ。そこに美しい次女のおまん、これ松井玲奈さんですかね。いや、見事な演技力だったですよね。まあこれね、つい心を許してしまったっていうのもわからんでもないんですけどもね、まあやってはいけない、もちろんやってはいけないっていうのは、まあ、大多数の意見だと思いますね。いやー、あざといわ、あの女嫌いだわっていう人が、まあいろいろネットでもね、こう、飛び交ってますが、な、女が嫌いな女一番みたいなね。しかし反対にね、いや、おまん強かで嫌いじゃないとかね、まあ、賢く強くて計算高いおまんみたいな女性、私もこう憧れるみたいな、まあ意見も中にはあるんですよね。うん、まあこれ、まあちょっといろんな意見があるのでね、まあそこはケイ君もちょっとあまり触れたくないのでね、まあちょっとこう、さらっとこう語りたいところなんですが、
しかしつい心を許してしまった松潤家康、おまんが身ごもるんですよね。まあ、徳川家としてはもう大騒動となってしまうんです。おどおどするんですよね。瀬田の前でもね、松潤家康、あのドジっぽく振る舞ったりね、するところがまた松潤のね、なかなかの名演技だと思いますしね。で、妙なこの色気で迫る、あざとくこう誘惑するあのおまん。もういや、素晴らしい。またこの演技力とね、言っても過言ではないと思いますし、そこに瀬名がやってくるんですよ。で、周りの侍女たちにね、あのおまんはね、こう縛ってほしいと頼む。で、涙を流して折檻してほしいとね、こう言い出すんですよね。もうあの辺のね、妙な、まあ、瀬名の上。まあその家康の上をこう行くようなね、あの振る舞い、いやこれではもううちの殿などひとたまりもあるまい、見事じゃと言わしてみせたあのおまんですよね。そしておまんはこう言い放つんですね。男どもに戦のない世などを作れるはずがないと言ってね、去っていってしまうおまん。いやー、ここはね、女性としての心強さというものもね、ちょっと感じた、まあセリフだったと思います。そして皆さん、この家康とおまんの子供は一体どうなったのか、ちょっと興味引きますよね。そこで見た聞いたしてみましたら、遠江の国の中村正吉の屋敷で出産したおまん、生まれたのは双子の男の子だったんですね。名前は長見定親とおぎって言うんですよ。まあ、当時は双子とか三つ子などは他事事と言って意味嫌われていた時代だそうなんです。いや、そんな時代に生まれなくてよかったですよね。五つ子ちゃんなんてもう本当にね、祝福各種喝采のニュースになりますからね。で、おまんの子供たちはそれ生まれて間もなく、だから別々に育てられることになるんです。で、子供の一人、おまんの方の実家に預けられたのが長見定親なんですが、実際には31歳で亡くなっていますね。で、もう一人、おまんの元で育つ子供が、まあ、しばらくね、家康から認知されなかったんですね。ちょっとかわいそうだったんですが、しかし、3歳の時に、その義母兄弟である、まあ、信康の取りなしによって初めて家康と面会。いや、いいやつですよね、この信康。いや、いいやつなんですよ。心がね、通ってるんですね、あの信康は。その際に、このおぎいっていうね、幼名を与えられたそうです。で、名前の由来は家康がギギという魚に似ているために、そのおぎいっていう名前を与えたと。いやー、もうすごいな。魚からおぎい。いやー、そうか。それ秀吉やったら、それやったら、あの、猿吉でいいじゃないね、あいつね。うん。豊臣猿吉でいいじゃないですか。猿に出ますからね。そして1579年、武田軍と内通しているとして、正室の築山殿、いや、瀬名が殺されてしまう。そして息子の信康もまでが切腹してしまうというね。いやー、この事態、まあ、後ほどまた、どうする家康でね、まあ、ドラマやっていくと思いますが、その後、ようやく家康の子として認知されることになるんです。しかし、家康の後継ぎになるかと思われたんですが、小牧長久手の戦いの後に、豊臣秀吉の養子として出される、まあ、養子とか、人質ですよね。なるほど。ここで義義と、その、猿吉、いや、豊臣猿吉、いや、猿吉か、ああ、何、秀吉か、いやー、ちょっとこう、つながってくるんですよね。で、秀吉の養子となった、そのおぎいですが、大阪では秀吉から非常に我が子のように可愛がれたそうです。まあ、ギギと猿なんでね。いや、そこは仲がいいでしょうね。多分。まあ、相性があったでしょう。で、その秀吉の秀を取って、で、家康の安を取って、羽柴秀康と名乗るようになるんですよね。いやー、これは立派な感じになっていくんですよね。非常にこの武将として優遇されていくんですよ。ただ秀吉の後継ぎになることはできませんね。だから当時秀吉に養子縁組を願い出た関東の当主
結城晴朝のところにこの秀康は送られることになって、そこから結城秀康となるそうなんですね。まあ、非常に武勇にも優れていた秀康は関ヶ原の戦いでもこの功績を挙げてね、この越前を与えられるまでになったそうです。そしてたちまち70万石の大名に立身出世し、姓を松平に戻したというこのね、いきさつがありますね。藩はどうしていたのかというと、まあしばらく中村家にいたと考えられているんですが、まあその秀康が越前に行ってからはそこについて行って共に越前で生活をしていたと言われています。しかし秀康が34歳で亡くなるとおまんはね、出家してしまうんですね。で、聴覚院ですかね、として余生を送る。まあ出家については家康の許しを得ることもなく、またお咎めもなかったそうです。そして72歳でその生涯を閉じたおまんの方、まあお墓はですね、福井県の永平寺にあるそうです。おまんの方と息子たちの名が刻まれた石廟が並んでいるそうです。そしてそのおまんと縁があった橋場秀吉、いや今回も室強さんのあの名演技キモいですよね。いや戦慄が走ります。まあ信長は秀吉に次は長政じゃとこう命令するあのシーンですよ。そしてお市の方のもとに行く秀吉、いやこのやりとりがね、いや震え上がりますよね。あのキモさ、長政殿とともにご自戒されておったらわしの首が飛ぶところでございましたわってねやるんですよ、あの室強さんが。いやーでお市の方、北川景子さん、気安く振れるな、バチッサルッとねピンタをやる、いいですよね。あの気迫というかね、あの凛々しき感じの北川景子、いやー美しくて素晴らしいお市の方なんですよ。ピンタされるあの室強さん、橋場秀吉サビじゃねえって橋場秀吉だてとね、不気味な笑みを。その時にお市の娘、三姉妹チャチャ初号の一人のチャチャを抱きかかえるあの秀吉、いやキモいですよね。この伏線がねすごいと思いましたね、この脚本。いやー震え上がりますよね、あの室強さんの開演に。いやさすがにこの脚本、小沢亮太さん、いや素晴らしいものがあると思いますね。まあご存知のように、チャチャは後に豊臣秀吉の側室となり、まあ淀殿を淀君と呼ばれますね。大阪の陣で徳川家康と敵対します。室強さんのあの開演に、いやー本当に震え上がりますが、まあお市様に触れられなかったから、この娘のチャチャを抱き上げるこの秀吉、うわーこれは本当に超肝ですよね。お市に拒否された秀吉がチャチャを抱き上げるんですからね、本当にこれそういう思いでチャチャを側室にしたのかもしれないなと思うとね、脚本素晴らしいなと思いますよ。いや今後の展開がね注目されますよね。豊臣キモ吉、あいやいや室吉、いや猿吉、いやどうでもいいやそれではまた皆さんお会いする日までごきげんよう、さよなら。